やはりただでは終わらないのがコンサキンと森人です。今回ですね、毎週やらせていただいてますコンサキン自己オーダリーの感想を発表したいと思います。でまずですね、ちょっと皆さんに謝らないといけないことがございまして、何かって言いますと、こちらの感想動画1日遅れになってしまいました。本当にすみませんでした。本当にすみませんで、いつもはね、この先日曜の夜に放送があって、月曜日に感想動画を上げるってことをやってるんですけども、まあ、今多分動画上がってるのは火曜日だと思います。で何が起きたかっていうと、力尽きてしまいました。まあ、ちょっとパソコンがバグってたっていうちょっとね言い訳もあるんですけれども、昨日、ドクターストーンが完結を迎えたということで、まさか完結迎えると思ってないものが急いで、でもびっくりしながら、でもこれは動画でいろいろ話したいことあるぞって言って、まあ撮りまして、で「進撃の巨人」の感想とか撮ってたんですけど、その編集をしてる段階でパソコンがフリーズしたのもあり、まあその動画撮影に時間かかったのもありで、もう日付超えちゃったんですよ。もう 撮ってて、もう撮り終わ、あの編集が終わった段階で、でもう眠すぎて寝てしまいました。本当にすいませんでした。全ては私の甘えということで、まあ一日遅れにねこうやってなってしまいましたが、いつもより正直すぎる感想ですね。今回は9話の感想ということで、いつもより一度の感覚、社長の話してコメント欄ありで、感想の話していきたいなと思います。それでね、ネタ話して感想話していきますね。この先まだ見たことない方、最初は見れてないよとか安心して聞いていただける幸いです。ということで、まあ、この先に関してはね、まあ、前回に関してはめちゃくちゃ面白いんだけど、ちょっと突っ込みどころないかとか、タイムリープっていう設定の中で若干矛盾点とか気になるところが出てきたりとか、もともとこの先ってやっぱ中間アニメの日本語訳版というところで、日本語訳に落とし込み見切れてないというところ、でやっぱその実際の、まあ、中国語のバージョン、また英語の訳のバージョンを見た時と、まあ、印象が変わったりとか、まあ、若干その日本語訳で伝わりきってないとかね、読み取りきれない描写とかもあって、まあ、突っ込むところもあったんですけど、まあ総合的に見たらとんでもなく面白いね。まあ、やっぱ僕は5話がね、もうマジの神回でボロボロに泣いたんですけれども、まあその中で今回の9話正直どうだったのね、感想話していきたいなと思います。あ、その前にね、クライマックス PV 出てたんですけど、これやばかったっすね。アニプレックス YouTube チャンネルさんでね、出てました自己オーダリーリンククリックのクライマックス PV、 これとんでもなく面白かったっていうか、やばいね。こっから10話以降、もう絶対おもれやみたいなね。もう確信するような、ほんとそれぐらい PV に期待感が出るという、ね、感じでしたよ。物語はいよいよクライマックスへ、衝撃の結末を見逃しなくてね、概要欄に書いてありましたけど。これね、ぜひね、気になる方見てみて、概要欄にリンク貼っておくんで、ちょっとネタバレ要素かなりあるんで、ぜひね、最新話見ていただいてから見ていただくと、これ、がぜん10話以降が楽しみなんじゃねえかなっていう感じで、非常に良かったですね。ということで、ちょっと前置きなくなりましたがね、感想の方入っていきたいと思います。まあ、9話ですね。まあ、ネタバレなしの感想とか、ね、まあ、結論から入っていきたいと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけどうだったかっていうところなんですが、今回の9話ですね、見事にやられました。もうたまげたね。まあ、ちょっと構成としてはちょっと1話に近いものがあるのかな。まあ、衝撃とかはね。なんかその、最初見ているにあたって、もうほんと中盤と終盤で全くガラッと印象が変わってくるかいというところで、まあやっぱなんか中盤まで見てるとなんかいい感じのすごいなんか青春ラブストーリーみたいな感じでね、非常にいいなと、もう、ええ話やなと思いながら、ちょっと、まあ、結構いつも緩めの描写も多かったです。まあ、今回はね、もともと、トキとかヒカルとか、リンちゃんたちが共に大学生活を送ってたとキャラが依頼主なので、まあ、それでまあなんかちょっと大学生活ちょっと振り返ったりとか、まあ、直感その、まあ、結構いつも緩い感じ、なんか緩い作画、なんていうの、緩い描写みたいなのも多くあって、ああ、ええなって、その上でそのラブストーリーとしてもすごい良かったんですね。まあ、ちょっとなんかいつも緩いなと思いながら、まあ、面白い、良かったなと、ええ話やなと思っていたところですよ。まあ、最後のシーンが来るということで、まあ、これはね、ぜひ見た方がいいね、今回の回は。ちょっと、うおーってなる。まあ、自己なりに関してはね、まあ、今回の回から一年見ても大丈夫だと思うけど、まあまあ、基本的にはね、1話からぜひ見ていただけたらなって思うんですけれども、非常に面白かったというか、もうどんどん話が繋がっていくんですよ、この先。やっぱそれが非常に面白いところであり、まあ、やっぱ考察要素も多いし、めちゃくちゃ面白かったって。やっぱエンディングの入りが毎回めっちゃいいですね。今回も、おー、ここでエンディングみたいな。そこの入りもね、やっぱすごい好きで、めちゃくちゃ面白かったなっていうのを思ったし、まあ、やっぱこの先の設定、まあ、根幹部分がどんどんうまく出てきてるところ。で、やっぱ10から12話でどういった結末を迎えるのか。まあ、やっぱこの先に先が全然見えないってところもあります。その先が本当読めない展開のうまさっていうのもあるので、まあ、こっからどんな風に展開がされていくのか。
っていうのは非常に楽しみだし、あの行動の結果今こうなってるみたいな、そういうのがいろいろ考えていくと、まあより面白い部分もあり、もう非常に、いや今後クライマックスビューみたいな感じでマジでこの先が楽しみすぎるなっていうのが、まあ、率直なところですね。うん、いやもうほんとね、なんか毎話毎話ほんとどんどん話がつながっていくところもあるし、うまくそのね、なんかそのそれぞれの要素が引き継がれてたりもして、うん、で今回はまあ特に矛盾点とかもなかったかな。うん、なんかまあ前回ちょっと気になったところはちょっといくつかあったんですけど、今回に関しては特にまあとまあちょっとね、あのこのキャラの行動がさすがにえみたいなちょっと思うところはあった、正直ね。うん、っていうのはあったんですけど、うん、まあそれ以外非常に面白かったなっていうのは思いましたね。うん、というところです。ぜひね見てみてください。やっぱ中華アニメっていう子をねちょっと毛嫌いして見てないよっていう方やっぱり未だに結構聞きますんで、これもったいないですよ。やっぱめっちゃおもろいっすもんこれ。うん、ぜひね、あの見てみてください。はい、素晴らしい作品だと思います。うん、今回、うん、今回もまた最後に見ると早く次回見せてくれってなんじゃないかなと思います。やっぱそのエンディングの入りが僕はすごい好きかな。うん、でまあ声優さん、あ今回ね、あのすごい歌うまかったっすよね。まあこれネタバレじゃないですか。うん、っていうところでしたね。はい、ほんとただで終わんないのがこの作品なと改めて感じたちょっとやっぱまだまだ見くびってる部分がありますね。この作品はこういう感じで終わんだろうなと思ったらやっぱ違ったみたいなところがね、うん、非常に面白いなと思いました。はい、でもネタバレなしの感想をこれからにしてこれネタバレありの感想で話していきたいと思います。ぜひね、これはネタバレありで話していきますので、最新は見ていただいてから、ここは見ていただけて幸いです。ということで今回の9話のネタバレありの感想ということで話していきますので、ね、ご注意くださいというところで、まあ、今回ね、まあ、シャンシャンちゃんっていう、まあ、あの大学時代の、まあ、あのヒカルとかトキとかリンちゃんの同級生が、まあ、リンちゃんの、まあ、親友みたいな感じなのかな、うん、が依頼をかけてくるというところ でどんな依頼かっていうと、まあ、ドンイーっていうね、まあ、ずーっといい感じな、うん、まあ、大学生で、あの彼は大学院にも行ったんですね。で大学院でもすげえいい感じみたいなね、あのそのドンイーっていう、まあ、男の人がいて、でその中で、まあ、卒業パーティーみたいな感じだったかなあれは。うん、そんな中でそうだ、ね、卒業の日、卒業式の卒業の時に、まあ、同級生たちと食事会に行って二次会のカラオケを出たところで、まあ、ドンイがあることをシャンシャンに言うんだけれども、まあ、シャンシャンがもう泥酔しちゃってて、もう酔いすぎちゃってても何言ってるかわからんかったと、何言ったか知りたいっていう子で、まあ、依頼をかけに行くというのがね、まあ、今回の回だったというところで、非常にいいラブストーリーでしたよね。まあ、最後のドンイの思いが明らかになるとか、まあ、シャンシャンもやっぱね、まあ、そういうのは男から言うんでしょみたいな感じで、まあ、やっぱドンイにやっぱ好きっていうのを言ってほしかった。で、やっぱまあ、ちょっとしか見てないんですよ、私もね。それは視聴者も全然見てないけども、やっぱその、もう今付き合ってるやん、こいつらみたいな感じはもう普通に。うん。で、ドンイはまあ、ちょっと奥手なところもあり、彼は実家に戻ってしまうというのが決まってたから、で、実家に戻るのに、まあ、告白しても結局一緒になれないよっていうところで、まあ、ドンイは告白をしてなかったっていう話が出てきたんですけど、でも最終的に、やっぱそんなこと関係なく、やっぱ、シャンシャンっていうのはやっぱ俺は一番いいんだって、かっけえね、いいこと言うやんね、もう素晴らしいなと思って、まあ、意を決してね、まあ、思いを、まあ、伝えようとしていく。まあ、実家に今ね、戻るのもやめるという感じでね。やめるのかな、うん、やめるっていうところで、まあ、ぜひね、明日朝10時に滞在面接かながあるから、まあ、シャンシャン来てほしいよとはね、シャンシャンの思いも知りたいよみたいな感じで、まあ、あったというところで、まあ、その、動員の思いもわかるって、素晴らしいと、ハッピーエンドだというところだったわけなんですけど。まあ、その中でね、トキとかヒカルとかリンちゃんの大学生活に出てきて、まあ、なんかすごい、微笑ましいところもある。まあ、結構緩かったですね。リンちゃんがなんか、ヒカルをや、ヒカルじゃない、トキをやたらボーイしててね。やたら罵倒してて、なんかその関係性みたいに見えてきて、まあ、これも非常に面白いなと思って、見てたんですけど、最後ですよね。シャンシャンちゃん。やばいね、これ犯人に俺やられたっすね。あ、やられたっていうか、まあなんかまあ何かしらの、まあ結構やばい状態になってるのは間違いないのかなっていう。まあ最後ね、まあシャンシャン、しっかりね、どういうとこ行ったかという感じで、リンちゃんたちが電話をして確かめようと思ったら出ずに犯人の声がするというところでね。いやー、トリガーでしたね、これ。で、ここに来て、その一番の犯人かみたいな感じで繋がってくるところもめちゃくちゃ面白かったですし、うん。で、トキがね、またやらかすというか、うん。またね、まあ、やってくれるわけですよ。今回に関しても、まあ、ドンイの言葉を聞けるっていうところで、まあ、犯人っぽいね。まあ、結局、まあ、前回の、まあ、そうだな、だから
リンちゃんと時のところとかもね、結局も特に影響なかったみたいな話前回もいろいろしてたと思うんですけど、その中で、あのエマのね、まあ、エマも亡くなってその連続殺人事件みたいなところを解決頼めないかというところで、まあ、刑事さんが依頼が来たんですね、前回、まあ、ヒカルが持ってて、まあ、結局そのヒカルが受けないという感じでね、まあ、時も、まあ、その事件の詳細を知ることなく、まあ、終わったっていうところが、まあ、今回の最初描かれてたわけなんですけど、その中で時が、まあ、犯人のね、まあその写真かなで、ちょっと覚えてたんですよ、その特徴をね。ドンイと、シャンシャンのね、ところで、まあ、そう聞けるっていう時大事なところなのに、まあ、シャンシャンがね、それを見つけたもんだから、うん。その犯人をね。で、犯人を捕まえに行こうとするというところがあったんですけど、やっぱこれね、シャンシャンちゃんの体やんね、時入ってんのは。ちょっとこれ、うん。人のね、体なのにこれあかんやろっていうのはね、やっぱすごい思ったっすね。さすがにね、シャンシャンちゃんの体を変えてて、まあまあ、鼻文字とかもあれも良くなかったしね。まあ結局、あれはなんかその時のね、告白してきた人だったわけなんですけど、マザコンのね、お母さんはロングヘアが好きでみたいな。何言ってんのこの人みたいな思ったんだけど。まあまあ、結局、ね、そうやってまあ、危険を犯してしまう。で、今までの時の行動って結構、中の人に、まあ、例えば今回でシャンシャンの気持ちに影響されてやってしまうっていうのは、まあ、結構あったと思うんですよ。その依頼主に、ね、影響されるみたいな描写が。でも今回って、ま、完全にシャンシャンじゃ関係ないわけじゃん。どう考えてもね。もう時がもう自らの意思で明らかに動いたところで、でどう考えてもすごい女の子だし、超危険じゃん、暗闇のところで。いや、これはあかんよなって、やっぱすごい、まあ、正直思ったし、まあまあ別にこれが話として面白くないとかそういうわけじゃないんだけど、その時の行動、これはあかんよねっていうのは、すごい思ったし、で、その行動、によって、また、エマの時に、まあ、思わず、あれはまあ、エマの思いも入ると思うんだけど、LINE を親に返してしまった。とかによって、いろいろ繋がってきた結果、エマは亡くなってしまったし、今回もシャンシャンちゃんが囚われてしまったのか、みたいなところで、その時が起こした、その過去に起こしてしまったことが未来に影響が及んでくる。まあ、この先の非常に面白いところで、まあ、1話でこれが見事に描かれてたわけですが、ここに来てまたね、まあ、その話が出てくるというところで、うん、この時のちょっとしたその過ちが影響を及ぼしてくるのがおもろすぎるなと思ったし、うん、まあやっぱ一番だから似てるなっていうのはね、思ったところでした。うん。で、まあこういった行動、まあそういった、ね、先ほどの行動の積み重ねが今回まあ繋がっていくと、でまあ次回以降はその過ちをなんとか取り返そうと時が動いてくるはずだと思うんですよ。もしかしたら俺があの時ね、犯人を追っかけてしまって、こうやってなんか事件解決みたいにしたからなってしまったのか。で、分かって、で、エマが亡くなったって分かればね、時も。まあ、そこを知る時が、まあ、次回か、まあ、次もうすぐ来ると思うんですけど、で、その際に、あの時エマに LINE 返し、私が LINE 返しちゃったのかって、だんだん時がどんどん過ちに気づいていく描写が出てくるんじゃないかなと思います。で、その時にやっぱその、彼は何としてもその過ちを取り返そうとする。で、エマがなんか若干生きてるっぽい描写もあったから、ちょっとこれもまたね、非常に、まあ、生きてるわけじゃないから過去なんかな。まあ、どのうちすごい気になる描写もあったんで、うん、うん。で、まあ、その最終話まで、それなんとかその解決しよう。まあ、犯人が多分捕まって終わるのか、まあ、わかんないけど、どういう風に終わるのかは。うん、まあ、でも犯人のこの事件の、一連の事件の区切りはね、しっかりつくんじゃないかなと思うんですけど、いや、非常に楽しみですね。どんな展開待ち受けてんだろう。そもそもシャンシャンじゃどうだったのってのもあるし、他のエマとかの、やっぱその、犯人がね、まあまあ、クライマックスビーム見ていただいて分かるんですけど、やっぱあの人が犯人なのかなって分かってくるところあるんですけど、で、じゃああの犯人は実は誰かなんですね。これまでできたキャラに関係があるのかとか、普通に出てきたキャラに。それとも全然全く違うキャラなのか、そういうところの考察も面白いし、まあ全然違うキャラの可能性が高いかな、やっぱ、うん。で、その犯人がどういう思惑を持ってるのかとか、まあ、ただのね、なんか猟奇的っていうか、その連続殺人犯なんか、なのかもしれないし、まあ、たまたまなんか違う目的があるのかもしれない。そういう面でも楽しみだし、その、まあ、時と光の、この、まあ、未来とか、その写真の中に潜る行為の影響とかね、うん、まあ、そこはどういうふうに今後生きてくるのか、うん、非常に楽しみだなっていうのは、思いました。いやー、尽きないですね、楽しみがね、うん。いや、最終回の、まあ、クライマックスビュー見た感じ、マジ面白そうだったね。これはすげえ期待して、ハードルを高めに見ていきたいなと思います。で、まあ、いろいろね、まあ、前回矛盾点というか、気になるみたいな話をしてました。まあ、その、時と、ね、りんちゃんが会ったとこの話とか、まあ、昇竜拳の、まあ、あれはいいかな。あれは別に矛盾点ってわけじゃないんだけど、まあ、その、気になるところ、ね、やっぱその、タイムリープっていう作品において、どうしても出てくるところは、あるんですけど、まあまあ、あんまこの先に気にしすぎない方がいいのかなっていうのは、まあ、正直な、
ところですよね。ここはこうなの、ここはこうなんじゃない、ここはこうなのみたいな、いろいろ考えすぎると本筋の話を楽しめなくなるからね。それも明らかにもったいない。この先に関してはね、面白いんだよ、その本筋が。でまあひとまず僕自身が今後注目したい点としては、まあその時と光がどういう行動を起こすのかね、シャンシャンちゃんとじゃどうなったのか、犯人は誰なのかとかね、どういうふうに解決していくのかとか非常に楽しみだし、まあその未来は変えられるっていうところも話もね出てきてます。格好、やっぱりその時のと、あ、でもちょっとした行動が多分未来に影響を及ぼしてんじゃないかなっていうのを思うとね、やっぱそのタイムリープというかその写真の中に入り込む怖さっていうのもうまく出てきてるし、非常に面白いなと思わせていただいてます。いや本当ね、今後ともあと3話のかな、この先に10話11話12話まさしくクライマックス、ここから盛り上がるしかないんじゃないかなと思いますんで、本当にね楽しみに見ていきたいと思います。今回もやっぱ引き、まあ、そのエンディングの入りもそうだし、まあその終わりにかけていきなりこうね、ハッピーエンドラブストーリー、あ、どうやんってシャンシャンおめでとうとね、あ、そうか、シャンシャンの歌がめちゃくちゃうまかったっていう話をしそこまで言ったかもしれない。シャンシャンの歌めっちゃうまかったですね。あれびっくりした。で、仲睦まじい大学生活とかね、まあなんかそういうハッピーな感じを出してくると、でもトキとリンに関してもやっぱなんかなんだか仲いいんやないかみたいな感じもしてくるし、2人を、なんかそのね、5人のすごいあったかい感じも、出てた。で、まあ、ドンインとシャンシャンちゃんおめでとうと思ってたところで、ズドンと来る。犯人の声って、うわぁみたいになってくる。やっぱこの落差がね、非常に面白いし、構成としても展開としても、うまいなって思ったしね。まあ、これまでの、まあ、伏線とか、話もうまく繋げてくるあたり、まあ、1話ともここで繋がってくる。いや、すげえなと、面白いなというのね。すごい思わせていただきました。まあ、次回以降もね本当楽しみです。ぜひね、もし水菜がないたらもう本当にこれ見てほしいなっていうのは思いますし、まあ、毎回本当読めない展開が続いていく、何が起こるんだろうっていうワクワク感もねすごいある作品なんで、もう本当に楽しみだ。時の活躍に、過ち過去のねこの失態というか、このやらかしをね取り返すのを楽しみに、ね、見てきたし、まあ、光も多分見事なサポートをまだしてくれると思うんで、非常に楽しみだと思います。ということで、今回の時効代理人、9話の正直する感想は以上となります。ご視聴ありがとうございました。来週からあと3話ですね、もう感想やりきっていきたいなと思います。非常に楽しみです。まあ実を言うとこの先もう2期も決まっているという話でね、まあそれ日本でやるかはまだ分かってないんですけれども、まあ、なんか2期の PV やっぱすごいネタバレが含まれるみたいな1期の話の、ぜひね、1期あと3話、まあ僕みたいに日本語訳で追ってる人もたくさんいらっしゃると思うんで、楽しんでいきましょう。いやー、どんな結末迎えんのか、最終話ボロ泣きしてんのか、唖然としてるのか、もう興奮がねもう今から収まりませんが、非常に楽しみだと思います。ということで締めでます。本当です、皆さんコメントしていただきありがとうございました。こちらの感想は毎週あと3話やっていきます。それ以外はね、今期いろんなアニメの感想ですか、ランキング、まだ漫画の紹介もやってますね。ぜひこれ機にチャンネルとかで高評価の方もしていただけると大変嬉しいです。ということで締めでます。本当です、皆さんコメントしていただきありがとうございました。